45秒で要点をお伝えします。皆さんこんにちは、モータージャーナリストのレイです。持っているといざという時に便利なスタンドの下に敷くマット、これはレッドバロンのお店でも長年使い続けられたものなんですけども、例えばバイクを止めようと思ったら砂利の駐車場だった、あるいは真夏でアスファルトがちょっと柔らかいかもなんていう時にスタンドの重たさを分散してくれる適度な硬さで、これはサイズはこんな感じなんですけども非常に小さくできています。重さ 40g なのでシートの中とかにちょっと忍ばせておいてもいいかも。屋外だけでなく室内でも便利な時があります。ガレージの床がちょっと柔らかめの素材でできている時、同じところにずっとスタンドをかけていると破れてしまうのがちょっと心配で、このスタンドマット表面の滑り止め加工があるので簡単に使えてずれることがありません。安心。ということでございまして、ミニスタンドマットというものを見ていただいたんですけど、こういうものって前はですね、よく雑誌の付録とかイベントに行くとなんかこう参加の景品とかでもらえたりして、なんとなく僕もいくつか持ってて、なんとなくそこら辺に転がってたんですけど、だけどこう何回かこう引っ越しとかして、事務所を引っ越したりしながらガレージ変えたりしながらする中で、いつの間にか引っ越しの時になくしちゃったんでしょうね。でそれで僕はホームセンターでこう10ミリとか20ミリぐらいの厚みの、硬化ウレタンみたいなものなんですかね、ちょっとこうブヨッとしてる柔らかさはあるものの厚みがあるだけあって硬くなってる、まあ、この正方形タイプのですね、あのこう板みたいなものを床に置いてからバイクを傾けるようにしてたんですね。まあ、床はあまり傷つけたくないっていうのと、バイクがその寝すぎてるというよりかはちょっと起きてた方が、あの僕の場合にはちょっとこう狭いところに通したりとかしやすかったのもあって、それをよく使ってるんですけど、ただその厚さが20ミリとかになってきて、大きさがこれ何センチか 10×10 とかの大きさになってくると、正直重たいし、もう持ち運ぶ気にならない。 iPhone より重たいですね、もっと重たいですねっていうのが、まあ、その固定する場所としては僕は使ってるんですけど、なんとなくこう行った先のこうなんかこう田舎の方とかに今日走りに行っちゃおうかなって、なんか気持ちいいカフェがあったなと思ったら駐車場が砂利中で、でバイクのスタンドの形って様々じゃないですか。先端が結構比較的こうとんがった小さいものもあれば、もともとある程度大きくなってるものもあれば、でこういうのって林道とかオフロードに行く方々からすると、そもそもここをエクステンションみたいにこう大きくする、アフターパーツみたいなものをつけてる方も多いと思うんですね。でそれをもうつけといた方がいい気もするんですけど、まあ、今回の映像の中で載ってるのがエネルジカのエゴっていうですね、まあ、スーパースポーツなんですね。でそうするとサイドスタンドのクリアランスがもうそもそもなくて、こう拡大しにくいシチュエーションも中には車種によってはあると思うんですね。そんな時にこういったタイプの、まあ、スタンドマットっていうものって持っとくと、やっぱこう何かある時にやっぱこう便利なんですね。で例えば自分はめり込まなくても、自分はたまたま小石とかを見つけられて、あ小石って嘘ですね、ちょっと大きめの石とか見つけられて、なんか落ちてた板の破片とかを使って、でそこにスタンドをかけたりとかですね、まあ、ツーリング先で皆さんいろんな工夫されるのはもうその経験がある方にとっては当たり前だと思うんですけど、初めてバイクの免許取ったばっかりの友達をツーリングに連れ出したりなんかしてあげると、どういうところにサイドスタンドを出しちゃうとグググググって刺さっていっちゃって、バイクパターンって寝ちゃうなんて、最初はちょっとやっぱこう怪我しないと分かんない部分あると思うので、まあ怪我しないで済むならバイク倒さない方がいいと思うんですね。僕もいつか1回ぐらいはやったことあるんじゃないかな。本当にそのちゃんとした喫茶店だけど、バイクの置き場が砂利中で、でこうメリ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 刺さっていっちゃったみたいな、なんか自分がこう大所帯でツーリング行った時に、多分不慣れな方だったんでしょうね、同じように砂利中みたいなところでスタンドがこう刺さっていっちゃって、ゆっくりとですねスーパースポーツがあーって倒れていく瞬間を見て、まあヒヤッとゾワッてしたことは何度でもありますね。まあ、こういうものってあの二輪量販店に行けば売ってるものもあるとは思うんですけど、今回ご紹介したのがレッドバロンのお店で扱ってるレッドバロンのプライベートブランドで ROM っていうものがあるんですけども、これがですね、お店でも実際に使われていたと。でお店でですね、これを鉄板みたいなもっと大きな板の上に乗せて使ってるお店もあるし、使い方様々だそうなんですけども、まあ、その絶妙な大きさ、絶妙な柔らかさ、硬さ、軽さっていうのを追求した、まあ、今回これ携帯型っていうところがポイントになってくるんですね。もっと派手な大掛かりなものっていうのは僕雑誌の付録でもらったことあるんですけど、さすがにそれちょっと大掛かりすぎてなかなか持ち運ぶ気にはなれなくてですね、ちょっと使い勝手が限定されちゃったんですけども、これぐらい柔らかくてこうブニョムした小さいものだったら、こうシートの隙間とかどっかに入れてこう手法もあるでしょうし、まあ、キーリングとさ何もついてるのでキーホルダー側にするのもいいでしょうし、
意外とわざわざ探すことはないけど持ってると便利で、ツーリング先の転ばぬ先の杖、まさに杖の先にこうつけるものなんですかね、そういうわけじゃないんでしょうけど、まあこれもあるとですね非常に便利かなと思いましたので今回ご紹介させていただきました。余談ではございますが、新井の新しいヘルメットが届きまして、ツアークロス V グラス白55-56、これ僕のサイズですね。わかりますか、このテカってる箱の質感。新井の箱の素材が変わった。